テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレイ、グランドスラムは8日、混合ダブルス決勝が行われ、加藤ミー、ティーポイツ、ドイツ、グミガビアンドレースク、カナダ、エムビーナス、ニュージーランド、グミを4の6、6の4、10対6の逆転で破り、両選手ともキャリア初の四大大会初優勝を果たした。動画、女子副失格のト藤ミー、 混合服で四大,大大会初 V 決めた瞬間、ポイツとのペアで全仏、o、OP 制覇加藤が全仏オープンの混合ダブルスに出場するのは今回が初。男子ダブルスで世界ランク24位のポイツとペアを組んでの出場となった。加藤は4日の女子ダブルス3回戦で S ソリベストルも、スペイン、エムブズ・コバ、チェコ、グミと対戦したが、第2セット途中で加藤がボールガールにボールをぶつけてしまい失格に。 それでも翌5日に行われた混合ダブルス準々決勝ではエルステファニー、ブラジル、アールマトス、ブラジル、グミを7対6、7対5、6の2のストレートで破り、初のベスト4進出を決めている。この日の第1セット、加藤、ポイツ組は第1ゲームでブレイクに成功。第4ゲームでは0対40とされるも5連続ポイントでサービスキープしゲームカウント3対1とリードする。 しかし、第8ゲームでブレイクバックを許すと第10ゲーム、2度のブレイクポイントとなるセットポイントを握られると最後はこいつのショットがネットにかかり先行される。続く第2セット、アンドレースク、ビーナス組の強烈なショットに苦しんだ加藤、こいつ組。第4、第8ゲームでブレイクポイントを握られるもしのぐと第9ゲーム、最後は加藤がボレーを決め先にブレイクに成功。 サービングフォーザセットとなった第10ゲームをキープし、1セットをオールとする。迎えた10ポイントマッチのマッチタイブレイクを加藤、ポイツ組が制し、1時間半を超える熱戦を制した。なお、昨年大会では W、クールホフ、オランダ、とペアを組み第2シードとして出場した柴原が決勝で UI 蹴り、ノルウェー、K、フリーゲン、ベルギー、組を下し、日本人として25年ぶりの優勝。 加藤の優勝により、日本女子が同大会道種目を2連覇することとなった。